はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。カラクリ大権現ブレイブです。さあ本日なんですが、まあ、ソロモード魔改造計画ということで、カラクリという、まあ、ソロモード皆さんご存知でしょうか。まあ、地属性機械族のシンクロテーマになっておりましてですね、まあ、めちゃくちゃかっこいいね。このなんか、あの、機械式の武将がね、なんかその、ブリブリしてくるデッキなんだけども、まあ、カラクリデッキを、まあ、どういう風に、まあ、組んでいったらいいのかという話で、ちょ、魔改造してきました。カラクリデッキって、まあ、ちょっと、どういう組み方がいいのかなという話は、まあ、諸説あんだけど、まずですね、一応ね、一枚書道は、まあ、ギリギリ存在してまして、あの、このカラクリ商人イナシチっていう、このモンスター。これ、カラクリ、召喚成功時、カラクリ持ってこれるんで、この、クナムザンっていうモンスターを持ってくると、なんかクナムザンが、まあ、中7って特殊感できて、なんか7シンクロとかできるんだけど、これね、クナムザンのね、絶望的にね、相性がっていうか、なんかその、縛りがきついところがあって、機械族、地属性モンスターしかエクストラディから特殊感できないっていう、なんか地獄みたいな縛り入るんですよ。だから汎用モンスターとか汎用的な強いモンスターで、あの、強化していくことはできないんですよ、盤面を。だから、やっぱね、結局ね、これをね、初動として捉えるのは、ちょっとやっぱ弱いなと。個人的には思ってまして、カラクリ組むのには。で、まあじゃあどういうね、展開をしていったらいいのかなというところで、カラクリって実はですね、一番最強の初動。これ何かっていうと、これね、アーロラドンなんですよ。ラドンが成立すると、シンクロ召喚を、結構その連発することができるんですけども、これ結局ね、キチューナーとチューナーを用意して、7、8、9ってシンクロしていくには、ラドンするのが一番強いなという結論になりまして。で、ラドンするのには何ギミックを使えばいいかって話なんですよ。カラクリに例えば機械複製術打つとかね、なんかそういう動きもあるんだけども、やっぱその再現性が低くて、カラクリだけ引いてもね、やっぱあんま展開できないことが非常に多いんだよね。その、ニニシとイナシチ引いてたら一応展開できますって言う人いるかもしれないけど、結局ね、なんかその、クナムさんとかの効果で、ね、この、ね、地属性機械縛りをつけたくないんですよ。盤面が、それだけだと弱くなるから。で、さらに、相手の誘発を貫通していく必要があるんですね。基本的に。やっぱその、勝つという目的でね、ランクマとか使うにあたって、その、相手の誘発を貫通していくという目的を持たなければならない。じゃあどうやって貫通させるか、どうやってうららを打たせるか、どうやって無限歩兵を打たせるか、どうやってエフェクトベーラーを打たせるかってことなんですよ、相手に。まあ、増陣はちょっとどっちにしてもきついから、あれなんだけど、まあ、そういう無効限誘発とかをどうやって打たせるか。結局、打ってくれるギミックを使うしかないです。例えば、まあ、今回入ってるクシャトリアとかね。まあ、ユニコーン、まあ、パライゾス、ユニコーン、バース持ってくるみたいな動き。まあ、これもしかしたら相手誘発打ってくるかもしれないよね。とか、あとスネークアイ。スネークアイって、展開力めちゃくちゃすごいから、やっぱ無限応用とかエフェクトベーラーとか基本的に打ってくれるんですよ、相手で。これ実はエクセルまたはポプルスまたは財宝狩りまたはかがり火、これ全部なんですけど、これ全てのカードからラドンに繋がります。はい、展開力すごいんでね。はい、あと機械族用意すればいいから、機械族なんかいくらでも用意できるんじゃないですか。まあこういうカードでマルゲラベルクとかジェットシンクロとかリクルトできるからね、これ。なのでこれ理論上、スネークアイとかディアベレスとか全部バリラドンできるから、この辺の手数に誘発打ってもらったら、なんとかラドンまではたどり着くよねっていうギミックで今回でき組んでます。これが最強のカラクリ初動なんで。はい。というわけで、ちょっとね、まあ動かし方はね、いろいろあるんだけど、ちょっと一回見ていただければなと思いますんで、ちょっと早速ですね、魔改造 してきたカラクリ。ぶん回していきたいと思います。盤面はめっちゃ強いからやっていくぜ。デュエルスタンバイ。ああ、ベイゴマックスは強いですね。一応手数はいっぱい出るようにはしてきたんですけど、ちなみに G めっちゃ重いです。枚数がめちゃくちゃ増えてる分。ああ、オッケー無限保養、よし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 いいぞ。無限保養はでかい。ここへの無限保養でかい。こうやってやっぱね、いや、誘発を打たせることによって貫通していくというね、まあ、そういうコンセプトで今回デッキ作ってますんで、一応ね。ちょ、2枚目やめて。うわ、なんかあるやん。なにこれ。なんかあるやん、これ。なんかあるやん。なにこれ。怖いよー。怖いなー、怖いなー。ポプルス、効果と特殊召喚。で、ポプルス特殊召喚成功時効果。なんかありますね。とりあえず、なんか、なんか、チェーンしたよね、今。
俺気のせいじゃないよね。で、リンクリボーを出して、はい。で、ポプルス効果。あれ、なんか今チェンジしたと思ったんだけどな。なんもねえぞ。あれ？うららとか持ってそうな気すんだけどな。ちょっとわかんねえ。どっちからだ？機械族もいるな。機械族もいるのでけえな。ジャガン神殿スネークアイの効果を発動するぜ。ジャガン神殿スネークアイによって、フランベルジュ置いて、で、現在法スネークアイ打ちたいんだよ。なんかある？なんかあります？いや、絶対なんかあるよね、これ。なんかあるよね。なんかあるよね。絶対に。スネークアイオークの効果、ポプルス蘇生したいんだけど、なんかある？これなんだろうな。うららなのか、無限法要なのか、エフェクトベイラーなのか、ちょっとわかんないんだけど、なんかあるんだよな。もうなんか、今、モンスターがあまりにもいすぎて、ちょっと何がいいのか全然わかんないんだけど、相手の、手札に。まあ、とりあえず、一旦、わかんない。相手の手札誘発が何かによる。ラドンは通してえのよ、とにかく。とにもかくにもラドンを通した、俺は。で、バリケード、ベル、は効果は起動しなくても OK です。でですね、スネークアイエクステンの効果、フランベル10をリリースして出したいです。何かありますか？ああ、そうだよね。あ、よかったよかったよかった。まあ、うららだと思ってはいたけども、なんかチェーン的に、まあ、ここでうららを打たせていく。で、フランベル10の効果が起動し、モンスターが2体出てくる。よし、いいぞ。エフェクトベーラーとうららを打たせることに成功したぞ。これはでかい。これはでかい。これはでかい。これがスネークアイの誘発誘うパワー。まあ、俺はスネークアイがしてんじゃなくて、カラクリがしてんだけだから。おう、そういうこと。で、トガ姫ちゃん行って、で、トガ姫ちゃんの効果起動して、で、トガちゃんの効果によって、フランベルジュを一応特殊召喚して、ウェイ。で、フランベルジュの効果で一応貼り付けといた方がいいな。フランベルジュの効果を起動して、まあ、多くかなんか貼り付けとくか。で、これで、神殿の効果で、まあ、相手ターン出る。で、ここと、ここで、アンブロエールを出して、で、これでポチトガ姫のムービーができましたので、こっからラドン展開に入ります。え、やばこれデッキ。やばくない？なんか誘発2枚打たせた上でさ、なんかラドン、バリアンブロエールラドンしてるけど、やばないこれ。これだいぶ犯罪名部では、だいぶやってることやばいけど。で、工場さあ、こっからですよ。本領発揮はこっから。まず、アクセルシンクロンを出しまして、で、アクセルシンクロンと、オライオンの効果まず発動しまして、トークンが出る。さらに、アクセルシンクロンの効果を発動して、ジェットシンクロンを持ちのくって、ジェットシンクロンの分レベルを下げていく。で、カラクリ、これはなんだっけ、大将軍ですか？カラクリ大将軍、あ、カラクリ将軍、ブレイ、特殊召喚、効果発動。デッキからカラクリを特殊召喚するで。そして、カラクリ大将軍、ブレイド特殊召喚、ブレイド特殊召喚成功時効果、カラクリモンスター一体をデッキから特殊召喚。で、さらにこの効果にチェーンして、白国氏の効果を発動。白国氏の効果によって、カラクリ大将軍、ブレイドの表示形式を変更していく。ひょい。で、レベル1を特殊召喚。そしてさらにブレイドの効果によってカードを1枚取ろう。あ、いいね。いいね。そして、レベル8のカラクリ大将軍ブレイドに、レベル1のカラクリガマをチューニング、現れろ、カラクリ大5元ブレイブ特殊召喚成功時効果発動。これはですね、まだ俺ジェットシンクロンの効果使ってないんで、5を特殊召喚しまして、そして自分の墓地に存在するジェットシンクロンの効果発動。あ、オライオン引いてるから、オライオンで見るか。まあ、オライオンだな。で、ジェットシンクロンを特殊召喚。そして、レベル3のトークンに、レベル1の、ジェットシンクロンをチューニング。シンクロ召喚。現れろ。ルイ・キューピッツ
効果発動、レベルを1個上げるぜ。そしてレベル5のなんか謎のカラクリモンスターにルイキューピットをチューニング、新規の召喚カラクリ大将軍バロネス、まあ、馬乗ってるし大将徳川家康みたいなところね、徳川家康みたいなところある。さあさらに、ネメシスコリドを除外されているモンスターを戻しながら特殊召喚し、ネメシスコリド一体で特殊召喚現れろカラクリ大皇帝超雷竜サンタードラゴン強え。まあ京都からこんぐらいで勘弁しといてやるぜ強ない普通に強ない、これまあまあのパワー感じるわ、これすごいな。ちなみにね、ちょっとエクストラ的カツカツなんですけどね、ちょっとっていうかかなりもうありえないレベルで、あのエクストラ的カツカツなんで、ちょっとあれなんですけど、ディアベルスターの効果ですか。まあポプルスの効果はいいでしょう。はい、オッケーです。ドガ姫ちゃんは一応スネークアイ、あ、邪魔しないスネークアイの効果によってオークが出てこれて、ドガ姫はまだいいです。さあオークの効果でよいしょで、これまだ俺ポプルスいたっけ、あ、いる気がするな。で、多くの効果が、ああ、それうざいね。その反逆の財宝ちょっとね、打たざるを得なくなっちゃうんで、クソめんどいんですよね。まあ、一応効果。で、カラクリか、まあ、白国氏の効果を発動して、カラクリ大権現ブレイブの表示形式を変更。そして、表示形式が変更されたブレイブの効果によって、エクセル特殊召喚。特殊召喚。さらに、ブレイブの効果と。はい、55回。でエクセルの効果、さらにサーチ、お前の反逆の財宝で反逆はさせないぞ、将軍に逆らうんじゃねえ、黙ってろ将軍に逆らうんじゃねえ。でスネークアイエクセルサーチ、そしてブレイブの効果によって反逆の財宝はゲームから除外。さあどうする、エクセル、あ、いいだろう。ちなみに守備表示モンスターは今戦闘では破壊されないぜつえ、まあ、ちなみにリクルート効果は余裕で止めるかな、フルドバランスの効果、相手の多くの変身効果を無効にして破壊することができる。よし、さあかかってきやがれてか、まあ、そもそも超雷竜結構辛そうだけどな、スネークアイエクセル死んでるし実質、あ、いやいやいや、まあ、そうなりますよね。てか相手よくあれだね、テキスト読んでんね、ちゃんと守備表示モンスターは戦闘では破壊されないの効果マジ読まらずに普通にね殴ってくるやつめっちゃいるんですけどね。おお、やりますわ。まあ、ちょっといいですわ。で、まあ、表示形式変更すると、なんか知んないけど、相手のカードが除外できるんで、これどっか行ってもらって、おいーってやって、で、おいーってやって、おいーってやって、おいーってやって、あ、強っバトルいけーおるおるこれが魔改造式カラクリデッキのパワーじゃ、うわ、カラクリ最強、果たしてこれはカラクリデッキなのか。いや、カラクリデッキ触んのマジでこうデュエルリンクスいらない気がするんだよね。おう、だからね、デュエルリンクスっていう、スマホでやるね、あの遊戯王のゲームあるんですけど、デュエルリンクスの時はね結構強かったと記憶してるんですけど、まあ魔改造、まあ、ソロモードデッキを魔改造するというコンセプトで今回やらせてもらってますんで、はい、ありえない魔改造をしてきました。あ、ちなみにいろいろね、なんか、こう考えたり、まあ、効果読んだりしたんだけど、カラクリってあれ、一枚書道、その汎用的な盤面を、強い盤面を作る一枚書道ってなんかあんま存在しねえなっていうことがよくわかりました。なんか、機械族、持続性縛り入っちゃうとか、なんかそういうのがあって、なんか結局ね、なんか何が一番強いかっていう話なんですけど、まあ今ちょっと私今展開してるんですけども、何が一番強いかっていうと、あのね、ラドンすんのが一番強いです。あの、ラドンイコール、カラクリです。はい。アウロラドンね。幻獣機アウロラドン。ラドンを出すのが、圧倒的カラクリ衝動なので、それが一番強いですね。という結論に至りまして、ちょっと今からですね、皆さんに宇宙をね、ちょっと見せていこうかなというふうに思ってます。
ちなみにスネークアイは一応ね、あの一枚書道であのラドンに行けばジェットシンクロンがね特殊ができるから、ラドンにあのすごい行きやすいテーマとなってますので、動き方ちょっとご覧いただければなというふうに思ってますよ。まあ、スネークアイの動きはちなみになんで入ってるかっていうと、あの誘発を相手がめちゃくちゃ打ってくれるからですね。結局なんかうららとか、まあ、無限紅葉とかエフェクトベーラーみたいなカードめっちゃ辛いんですよね、ラドン行くときって。まあラドン行くときっていうか、まあ、大体どの時も辛いんだけど、だとりあえずスネークアイしといたら相手結構打ってくれるんで、はい、これが一応ねあのスネークアイのデッキのメリットです。はい、単純に手数出んのと、やっぱ普通に展開してても相手誘発打ってくれませんからね。毎回毎回ハカナマサつきゃいいんですけど、そんなわけもいかないですしね。はい、ということで一応1枚ドローしとくか。はい、あーいらねえな、これ召喚だな。機械族、これで機械族3体になりました。はい、機械族引いてる場合はなんかクソ適当に展開してバリケードベルク出したらラドンなんで。A、これが最強といったところであります。さあ、原獣機アウラドンの効果を起動していく。さあラドンの効果を起動して、トークンが出て OK、 はい、でラドンの効果を起動しまして、もうこれでね、あの相手の手札誘発がもうなんかチェーン的にもうねえなって分かったらね別にいいんですけど、ガメられてるパターンとか結構ありますからね。はい、で何でしたっけ、アクセルシンクロン出していきましょう。でアクセルシンクロンの効果を起動して、あオライオンの効果起動してトークンが出てきて、でアクセルシンクロンの効果を起動、ジェットシンクロン墓地を送ってレベルを1回下げていく。まあこれ上げても別に6と3で9にはできるんですけども、一応789やると789やる時のメリットは、自分の墓地にそのレベル1のこのなんだっけ、カラクリガマをなんかめちゃくちゃ用意できるんですけど、これでこの8を出して8でワンドローができるっていうところくらいですかね。なんかこのエクストラを節約したいんだったら、ここも別に78する必要なくて、もうもはやいきなり9いってもいいです。はい、ワンドローも別にいらねえっていう話であれば、これ節約できます、エクストラデッキを。でブレイドをこれ横にすると、こいつが表示形式変更された時になんかワンドローが入るんですよ一応。でデッキの中のなんかこのカラクリガマを一応掃除することもできるから、こうやって1枚ドローしてなんか強い顔を引いたりするからね。はい、というのがまあまあ強いという話です。でブレイドとレベル1でこれ階段シンクロをしていく。ブレイブ来た、ブレイブカラクリ大根源ブレイブで、このモンスターもちなみにカラクリとシンクロモンスターなんか全部シンクロ召喚成功時デッキからカラクリ出すっていこうかって、これが強いんですけど、ですね、これは3があるから5を出してきてジェットシンクロン蘇生しての、あ、ちなみにジェットシンクロンの効果使ってるか使ってないかも意外とこれ展開に関わってきますんで、まあ、その辺もまたねアドリブというかちょっと展開が必要になってくるんですけども、ジェットシンクロンを蘇生しまして、でジェットシンクロンが奇襲な側とくっつきまして、でこれこうですね。さあ累級出していく。で累級ピットちゃんの効果を起動して、レベルを上げていく。で5と5でシンクロ召喚バロネス、この最後のなんかカラクリのシンクロ召喚で出してくるブレイブの、まあ、リクルートはなんかその盤面によってちょっと変えて最後どういう着地点にすればいいかをなんか考える感じですね。でネメシスコリドーという激ヤバモンスター持ってきて、でこいつの効果で除外されてるモンスターを戻して、はい、まあ妨害数的にはそんなに大したことないですよね。まあ一応、まあ、超雷竜プラスバロネスプラスまあブレイブみたいな感じなんですけども、まあ、ただねまあもっとなんかその展開通った時にめっちゃ強くすることはできるんだけど、まあちょっと誘発貫通力がどうやってもなくなるんだよね。なのでまあスネークワイを僕は絡ませて、まあちょっとだいぶなモンスター数余ってんだけど、これめっちゃ余ってんじゃんこれ。まあリンクリボだけ出しようか。リンク数だいぶ余ってんだけど、なんかもうちょっとうまいことやったら、もしかしたらなんかトガ姫墓地置いとくとかもできるのね。はい、さあとりあえずまあ十分な妨害数とリソースと、あとまあ無限保養2枚セットされてるんで、まあ結構強いんじゃないですかね。
デッキ魔改造しすぎて原型とどめてないっていう話なんですけどね。デッキ原型をほぼとどめてないみたいな話あるんですけど、おっとなんだラベルですか、セッタだと。なんだこのデッキは。ああ、そういうことか、シャバラだ、やばいな、それは。いや、シャバラあかんだろ、シャバラあかんな、ちょっとシャバラマジであかんわ。破壊させるわけいかない、セットカードを。そうするとモンスター増殖するから、デッキ。まあ、ただそのシャバラが墓地を送られた場合の効果を発動するのか、シャバラが墓地を送られると破壊マジックトラップカードセットできる。いや強すぎる、いや強すぎマロタ。まあ、ちょっとなんならそのカードを除外するまである。破壊総局か、これね。ちょっとブレイブのね除外がね表示形式変更された場合に発動するって効果なんですよね。ジャガン神殿スネークアイは出していいですね。ジャガン神殿スネークアイで、スネークアイズポープルスちゃんが盤面に続いて、でポープルスちゃんの効果を発動して、あ、これ反逆の財宝でいいや。反逆の財宝スネークアイ回収、サラマは無限抱擁打てるんで多分大丈夫ですね。はい、サラマは抱擁ぶっ込んでいく。はい、あ、これあれだったな、あの右側の抱擁でかったな、別に。これあれだな、今このターンにあのセットカードを発動されたことねえや、今セットしたら。ちょっと右側の方でよかったですね。バトルフェイズ、はい、OK です。ああ、なるほどね、はい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 、なるほど。龍一ですね。リンクリボーリリース、打点ゼロにする必要ねえか、別にこれする必要ねえな。これ守備にすれば戦闘破壊したね。これさ、サラマってさ戦闘破壊されてもリクルート入るんだよな。で多分これブレイブを横にして、ブレイブ横で、ブレイブ効果表示形式がカラクリ表示モンスターの表示形式が変更された場合、相手のカードを、1枚除外することができるぜ。これ双極の方がうっとしいやん。よし、オッケー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 。さあ攻撃力が、ちなみにカラクリ大権限ブレイブが存在する場合、守備表示モンスター戦闘では破壊されないぜ。何セットカード追加だと、貴様なかなかやるな。なるほどな、いやめんどくせえなこれ。でも破壊は破壊しちゃあかんのよね、破壊はね破壊したらあかんのよマジでモンスター破壊したら増殖するかダメだよこれ。バロネス変身7だな、これバロネス変身7777777木の実ならっつってディアベルスターに変身して、でディアベルスターの効果と、ディアベルスターの効果によってデッキから財宝マジックトラップカードを1枚セットすることができるぜ。よしでだな、ちょっとブレイブの除外効果はちょっとまだ一旦待ちたいですね。いや難しい、これいやでもこれこっち先か、こっち先でこれリリースでポップルスリリースしたんで、デッキからチューナー出してきて、ちょっと守備でいいね。なんか打点高いけど1600だけどジェットシンクの1600の思いやん、まあ、フランベリジュラゴンかなんか置いとくか、こうしといて、まあ、相手の伏せカードがあんなのか問題なんで、ね、ちょ伏せカード2枚不明すぎて、破壊って伏せカード結構強いんだよね、こっちのカードをね、なんかしょってきたりするカードとか結構いっぱいあってさ、反撃の財宝とかもうこうやすやすと打ってはいけない、まあそういうデッキタイプになってるんですよね。でポプルス持ってきて、ポプルスを特殊召喚していく、ポプルスを特殊召喚し、特殊召喚ほい、効果もさったか、やばい、ちょっと時間ない。バロネス1117バロバロバロネスパイセン爆弾 OK よし、オーケー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 。で反逆の財宝効果、相手のモンスターを押し込め、残り22秒だ、押し込め破壊、ショートなんだっけ、カードを破壊、やばい、それはね絶対あかん。フルールドバロネスの効果によって
そのカードの効果を無効にしていく。よし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 、耐えてる。オッケーオッケー。これ破壊されてもリクルート入ってもな。で押し込んでオッケーで、ブレイブ表示形式変更して相手のカードを除外。オッケー、盾召喚バトル。危ない。時間ない。時間劇的に危ねえ。対戦ありがとうございました。これは魔改造できたと言っていいんじゃないか。ちなみに一応誘発貫通できるように組んではいるとは言ったものの、まあ言うてちょっとねゴミが多すぎてね、ちょっとねイラッとするシーンめっちゃあります。やべ、運命の旅路キス。とにかくねデッキの中にねメインデッキのあのゴミが引きたくないかのめちゃくちゃ多いんですよ。あ、まあ、ラドンデッキってそういうところあるじゃないですか。それがね問題点ではありますね。はい、まあそれをね許容できるように、あんまり人引きたくないかと引かないようにちょっとデッキ枚数多くしてるっていうのもあのもちろんあるんですけども、えやばい、なんかちょっとなんか勇者ギミック入りのスネークアイはちょっとあんまり当たったことないな。運命の旅路グリフォンライダー普通にきついなそれ。 でもえこれ、ね、でもエクセル召喚するもんだなって。別に普通に結構これ召喚成功時の効果使えなくなるけどいいのか。グリフォンライダーはあ、やばい。でもなんか普通に噛み合ってるやばちょっと普通にニビルケアされたわ。守ってないけど。さあ現在、あーうまー、それそれうまいな。なるほどな、それうまない。さあスネークアイエクセルの効果、えこっからは何スネークアイエクセルの濃厚展開俺見せつけられるの。俺キッズこれグリフォンライダー立ちながらアンブロエールとなんかフランベルジュいんのバグってねえかこれどうなってんだこれ何よっきこれ一体全体何が起きてるんだ。かがれ火だと何強ない。ちょデッキ強ない。ちょイカれてるんですけどこれ。さすがにホワイトパーチまで出てきちゃった。これ相手ターンにフランベルに変身できるモンスターですね。えやばなんだよそのデッキ。おふざけんなよ。何このデッキ、ちょっと強すぎなんだけど。何この勇者スネークアイ今日の統括者とかいう激ヤバデッキ。ちょっと待って、マジで特殊召喚できんってやばいって。しかもさ反逆の財宝スネークアイでさ今日の統括者初老にもさなんかグリフォンライダーとかいうキモいモンスターいるからさ、ちょっとベイグマックス君の効果にさグリフォンライダーってなんか使っていただいたらできませんか。あマスカレーナですか。なるほど、マスカレーナの効果が起動されるんですね。これは一体全体何が出てくるんでしょうか。ああマスカレーナとフランベルジュアンブロエールでアンブロエールでアポロウーサーはお前リクチもったいなすぎるだろ。なんだそのアポロウーサーの作り方。まあきついんですけど。でフランベルジュの方がってかやばいだろ。こんなことが許されていいのか。なぜこんな展開が許されているんだ遊戯王は。おかしい、何が起きてるんだ。うお反逆の財宝発動、押し込め。すいませんでした、すいませんでした、本当にすいませんでした。これやばいわマジで、イカれてる。とりあえずこのデッキの詳細教えてくれ。